Thank you.
Thank you.
らを叩いて
Yeah.
I'm not afraid to die.
ありがとうございます。今日はお集まりいただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。ミトちゃん、なるホタテ、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア松雪愛理、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、愛理おめでとう、よかったね。かわいい。かっこ優しい。アイリーおめでとう。おめでとう。アイリーすごいよ。じゃあ持っててあげるから。二人で持たないで。え、やだやだ、なんでなんで。あっち置いてくれば。え、持ってた方がバッチくないよ。そうね。じゃあ。おめでとう。アイリー受け取った。ありがとうございます。すいません、何でも良いです、水が足りない。じゃあとりあえず水飲んで、はい、飲んでる姿も はい、すごい、ありがとう、え、待って、やば、よろしく、え、こ、え、あ、あ、なんか乗ってる。え、待って、ピンクだ。食べて、食べて。分かった。お宅の匂いがする。やばい。おい、ルイさん何した？匂いがついてた。ありがとう。なんか。あれだね、ありがとう、あの照明で全然みんなのことが見えないんだ、アイリーかわいい、あ、見えた、ありがとう、え、ありがとうございます。え、なんか、あ、ごめんね、なんかちょっとあれだよね、持ってるのつらいよね、うん、ありがとう。なんかあれだよ、あのね、去年もね、去年もこれ、びっくりした、何が起きたの、去年もこれでね、あのピンクのやつだったんだ、知ってた、知らんか、まさか、まあ、用意してる人一緒か、ありがとう、え、あのなんか私の汗飛んだ、ごめんね、待って待ってください、後で後で後で、あのなんか私は自分のために言わ歌えない、歌えない、天宮美空だ、いや、結婚しよう。なんかその祝あの自分の誕生日を祝われるっていうか、その私のために時間を使ってくださっているっていうのが申し訳なさすぎて、あの自分のプロフィールには絶対にあの誕生日を書かないようにしてたんだけど、去年ぐらいからなんかやっぱ去年ぐらいからなんかやっぱり私はあのアイドルになってしまったがゆえ、やっぱりそういうのってあの受け取らないといけないなって思って、もう素直になるよって自分に聞かせて、今日はちょっと嬉しさを今出してるんだけど伝わってるから、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、はい、おい、なんで綾波を撮っているんだ、綾波タイムになっちゃった、え、もういいよ、なんかあの、え、ありがとう、何、大丈夫、ごめん、あと何かありますか、コメント、あと何かありますか、ありがとうございます、アイリー、はい、ないみたい、アイリー、うん、なんか言い残したことない、え、なんかね、あのオタクが好きすぎるからっていうのを物販に来てくれてる人とか知ってると思うんだけど、オタクのことが好きすぎるから、あのあれしてください、みんな自撮りに送って、本当にちゃんとあの誕生日プレゼントとかいらないから、俺やで、私やでって言って、それって保存してるの、保存してる、保存してるんで、アイリーのあの待ち受け画面オタクだもん、知ってる知ってる知ってるよ、やばいよ、え、あ、
ねえねえねえ、これ言ったらいいんじゃない、ねえリーダー、そうだよね、リーダー iPhone 貸してだって、 iPhone 貸してやだってなんで、あ、写真撮ればいいじゃん、写真撮ろう、あ、そうだ、ね、あ、リーダーのあのカメラ撮ればいいじゃん、あ、めっちゃ高画質ね、うん、え、これこれは待ち受けっていうか、やだー、やばい、お願いします、ありがとう、これ待ち受け幸せだね、え、めっちゃ幸せだよ、早くしてください、可愛いね、せっかくだからケーキ持ってこようよ、はい、持ちなよ、え、ちょっと、ね、ありがとう、ありがとう、じゃあ旗持ってあげる、なんかオープニングアクトごめんね、あんたかつ今日はさあーマスターシーさん、あれだよ、私、私、私みたいなポーズしてみた、あ、みんな、みんな思い思いの、うん、そう、私、あ、松雪愛理っぽいなみたいなポーズしてくれると嬉しい、私あれ、私あれこれちょっとね、あれなんだよね、動いてないとちょっとあれなんだよね、喋れないこれを、これをこうしてこうじゃん、これをこうしてこう、ちょっと待ってマツユキアイリーン、ありがとうございます、みんな、みんな歯を出せ、それはさ、もうちょっとさ、なんか考えてください、みんな歯を出せ、みんな歯を出せ、頑張って、あれで撮ればいいじゃん、パノラマみたいな、こうやって回すやつ、なんでよ、マサーシパノラマ、こうやって、あの、ここからこうやって、こうやって、こうやって、こいつ撮って押しながらだよ、みんな歯を出してください、せーの、押しながら回すの、早く、あ、ありがとうございます、え、すごいすごい、え、すごい、あ、すごいすごい、ちょっと待って、いい感じです、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、もう年を重ねたくないって20超えたら思ってたけど、あのハイドさんがライブでやっぱ1年経ってその1年生きたってことを祝う日だからつってたからかっこいいと思ってそれ使っていこうと思うありがとうございます、良い1日にもう終わるけどします、もういいよ、配信の一駅、今日は集まっていただきありがとうございます、ありがとうございます、こうやってなんかそろそろ無料ワンマンをやったりなんとなんかいろいろ考えたり準備をしているんですけど、5月22日のワンマンに向けて準備をしているわけですが、今準備が整ってきていて、もうすぐ私たちの会心の一行きの曲が Apple Music や、なんかそういうやつのなどなどに配信が順次される予定です、楽しみにしててください、はい、そしてちょっと待ってっ、そしてアーシャも新しくなりました、
なりました実は。そして会社も新しくなり、いっぱい準備をしている会心の一撃ですが、5月22日に渋谷 WWW でワンマンライブをやります。おそちらのチケットを言っていいの？言っていいですか？はい、あのそちらのチケットが、前売りチケットが本日の物販から発売されます。イエーイ。で、あのその前売りチケットを買っていただくと特典として、5月、6月、7月、そのくらいにワンマンの感謝祭的なオフ会的なのを前売りチケット持ってる人は、まあ、手売りチケット持ってる人に参加できる会をやろうと思っておりますっていう特典があります。だからなくさないようにしてください。なくしてももう一回買えばいいんですけど、それは私たちに得なので、まあ、それでも大丈夫です。はい、はい。そして今日はワンマン的な全曲16曲やったので、すごい疲れたでしょ、汗かいたでしょ。だからさ、着替え持ってきてないと思うんだ。その上に、あ、なんか物販で会心の一撃 T シャツ売ってる的なのがあるんですよ。素敵な、うん、この間販売したやつの T シャツがまだ売ってる的な感じなので、素敵な、ぜひ 汗拭きタオルにで代わりとか T シャツ着替えにでも何でも使えるので買ってみてはいかがでしょうか。それでは、はい、以上で私たち会心の一撃、歌ってる場合じゃないよあんたら。会心の一撃のワンマンライブ終わりです。終わりです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ピーちゃんです。ピーちゃんです。ありがとう。物販始めます。